安藤秀明は、日本のお笑いタレント、モノマネタレント。現在株式会社オフィス系所属。本名、浅岡秀明。静岡市葵区出身。静岡県立静岡工業高等学校卒業。デザイン系専門学校卒業。高校生時代は、部活は野球部に所属。専門学校卒業後は、印刷会社に就職。会社を辞めた後上京し、2012年4月に芸能界デビュー。R-1 グランプリ2013では、初出場にして、初の決勝戦進出。2013年2月12日の決勝戦放送が、実質テレビデビューとなった。一切セリフを出さず、音響だけでネタを演じ、C ブロックを勝ち抜きファイナルステージ進出、そしてヒューマン、中村と並び準優勝となった。この決勝戦放送直後から4日間の間に、所属事務所には出演、取材依頼が200件以上集まったという。ネタは主にダンス、パントマイム、顔真似などを融合させたようなアンドロイドモノマネ芸で、芸名の安藤もアンドロイドに由来している。子供の頃から家族揃ってお笑い好きで、高校生時代からダンスを趣味としてやっていた。ただし、その芸風からパントマイマーと勘違いされがちであるが、パントマイムとは全くの無縁であり、あくまでダンスから派生したネタの中で似たような動きをするというだけである。ABCDEFGHIJ、サンスポー、コム芸能2013年2月16日、安藤秀明、オファー殺到200件超より、ありがとうございます。